アレン・ハリロビッチは、クロアチア・デブロブニク出身のサッカー選手。レディング FC 所属。クロアチア代表。ポジションは、攻撃的ミッドフィールダー。FC バルセロナのユース所属時には、振動として知られ、モドリッチ2世位、クロアチアのメッシュとも呼ばれた。ジップは、元ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のセヤド・ハリロビッチ。地元クラブの NK ディナモ・ザグレブの、 ユースチームでキャリアをスタートさせ、2012年6月、プロ契約を結ぶ。9月27日、ハイドクスプリト戦で交代途中出場で、プロデビューを果たす。クラブの最年少デビュー記録を16歳と102日に更新した。次節の NK スラベンベルポ戦でも途中出場しで、プロ初得点を記録し、マテオ・コバチッチが記録したリーグ最年少。 得点記録を16歳と112日に更新した。10月24日、UEFA チャンピオンズリーグのパリ・サンジェルマン、FC 戦に出場し、クラブの国際大会最年少出場記録を更新した。2014年3月27日、FC バルセロナに5年契約で7月に加入することが決まった。遺跡金は最低220万ユーロで気高払い。当面は、 FC、バルセロナビーでプレーする。2015年8月22日、スポルティングで基本にレンタル移籍した。2016年7月22日、ハンブルガー SV に移籍金550万ユーロで移籍した。2017年1月27日、UD ラスパルマスへシーズン終了まで期限付き移籍をした。2018年7月7日、 AC ミランと3年契約を結んだことが発表された。2019年1月31日、スタンダールリエージュに加入。買取オプション付きで2020年6月30日までの期限付き遺跡となっていた。2019年9月2日、SC、ヘイレンヘェエンにレンタル遺跡した。2020年10月5日、AC ミランより自由契約となった。 2020年11月23日、エフルチャンピオンシップのバーミンガムシティ FC に加入した。2021年8月27日、1年契約でレディング FC に加入。クロアチア代表として、各年代の代表に選出後、2013年5月20日にイゴールシティマツ監督によって、フル代表を初招集を受けた。6月10日に行われたポルトガルとの、 国際親善試合で後半5分イヴァンストリニッチとの交代によりデビューを果たした国際 A マッチ試合特典ありがとうございます